はい、今日もね、まかないを作っていこうと思います。今日手元にあるのは、冷やご飯と、この残った野菜たち、伏見唐辛子、プチトマト、ナス、ちっちゃいですけど玉ねぎ、それにニンニク一かけら、あとはカレー粉。これで、まかないを作ってみようと思います。はい、では作っていきますかね。今日は奥さんがいなくてね、一人まかないなんで、はい。気楽なような、寂しいような、はい、複雑な感じですが。今日は、いつもね、パスタにしてしまうのは、はい、簡単だからです。こんなに凝ったものをね、作ってる時間が、はい、動画ね、撮るって結構忙しいんですよ。知らないでしょう。結構ね、動画撮るのってね、忙しいんですよ。ってなことでね、まあ、料理もね、忙しいんですけれど、まあ、そんなのもありながら、まあ、例によってね、大体のアワードの練習は決めてないんですけど、今日はちょっとね、ご飯もの、最近ね、ご飯もの、お母さんがさっと昼作れるもの教えてくれないかというリクエストがあってですね、まあ、ちょっとこれクローズだから公開してない方なんですけど、そちらの方で、作ってる関係もありまして、ご飯もののいろんなそのね、それもちゃんとやってないご飯中か、はい、残ったものでどう作るかっていうのを非常に研究してる今日この頃でございます。今日はその一環でですね、冷やご飯と残り野菜でどう美味しいものが作れるかを試してみようかなと。まだね、八ヶ岳は野菜が、秋が始まっておりますが、潤沢に取れておりますので、でもね、今年かぼちゃが取れなかったりとかね、モロッコはダメだったりとかね、いろんな影響がね、出てきてるんですよ。本当に当たり前に野菜が足るのが当たり前と思ってる軟弱世代の筆頭としましては、やっぱ現場に行くとね、びっくりすることおっぱいですね。今年はどうなるかねみたいなね。硬いかな、はい、うちのナスさんはね、皮硬いんでね。あ、これも硬いね。まあいっか、俺食べるし。奥さんだったらね、ちゃんと皮むくんですけどね、はい、大切な奥さんには皮むきますから。大切な自分、そっか、自分も大切か。ちょっと黙ってしまいましたね。はい、いかいか、YouTuber 喋ってなんぼですね。本当に有名芸人さんのね、動画を見ながら、中田さんとかね、いろんな方、岡田さん、吉尾さんとかね、芸人じゃねえかの人、知識人なのかな、いろんな方見て、よくもまあこんな縦板に水で喋れるもんだと、毎日研究しているところではありますが、なかなかああいうところレベルまでは行くのは遠いですね。まあそれでもね、料理人の方として結構喋ろうかと思うんですよ。昔ね、お客さんにね、あなたは喋るからいいよねって、某有名シェフに話されて、あの人はなんか客席に来てもらっても怖くて、掃除は終わりましたからとか言うんですよ、とか。いやー、あの怖い人は多分そうでしょうって、えらい盛り上がったことがあるんで。まあ、ね、料理人は喋るのが仕事じゃなくて、作るのが仕事ですからね。はい、で、伏見ですけどですね、京都出身の我が妻に聞きましたが、こういうね、種をね、取る。なんか、佃煮とかね、そういう炊くときには、そうした方が美味しいという。はい。僕、修行中、こういうの、マス揚げばっかりだったんで、あってもええやんと思って。種もね、食べれるんだよね、これ。柔らかいから。と思ってたんですけど、ちゃんとやっぱり種取った方がですね、美味しいということに、はい、妻と一緒になって気づきまして、最近は、種を取るようにしております。まあ、姿でね、揚げるときはね、それはできないんですけど。だから、形をね、見せるとき、どうしても我々の仕事をね、外食、においてはですね、姿の可愛さをアピールするというのもあるので、単純に種切っちゃうとね、かっこ悪くなっちゃうんですよね。まあ、そこら辺も考えなきゃいけないことだとは思うんですが、でもね、食べる分にはね、やっぱね、こっちの方が美味しかったりする。まあ、てなこともいろいろね、学んでいかねばいかんなと。やっぱね、その年とかね、妻とかね、いろんなところから学ばないとですね、いけまへんな、というところですね。
で、プチトマトを入れてしまうのはただ余ってるからです。はい、農村あるあるですね。私の知り合いの例で一番びっくりしたのは、きゅうりを味噌汁に入れるというお家がありましたね。きゅうり農家さんです。まあ、特にそれくらいきますってことなんですよね。うちもですね、実は、おとといかな、はい、段ボールいっぱいのミニトマト、はい、もっとこれとは違うね種類なんですけど、これとは違う種類、これとは違う種類、丸くなくてね、縦あのちょっとまあミニサンマルツァーノみたいなね、細長い、トマトがですね、はい、家に帰ってきましたら段ボールいっぱい置いてありました。トマト地獄でございます。ありがたい、ありがたいんですけど、トマト地獄なので、すぐ実家に送りましたけど、そんなにトマト食べれないもんね。と、くだらないことをしゃべってるうちに材料できたので、さて、いきますか。はい、では作っていきましょう。まずね、フライパンに油を入れて、最初にニンニク、香り出し、はい、香り出てきたら玉ねぎ、はい、油の温度が上がってきたので少し火を落としてます。で、ナス、野菜にまず第1弾の塩を、じゃねえや、伏見入れました。弱火でじっくりじっくり火を入れていきます。動画では伝わるかどうかわかんないですけど、野菜がね、だんだんね、もちろん油をまとわりつかしてるというのもあるんですけど、火が入るとね、輝き出すんですよね。この瞬間を見るのがね、最高の楽しみですね。で、はい、トマト、ここでカレー粉1回目ですね、入れます。なんで先にカレー粉を入れるかというとですね、スパイスを起こすっていう表現をするんですけれど、スパイスは加熱すると香りが立つんですね。なので、混ぜただけではそのスパイスの実力の 100% を発揮させることはできません。というわけで熱を置いて寝てるスパイスを起こします。最後に冷やご飯です。ここからね、大量の冷たいご飯が入ったので少し火力を上げます。こういうふうに火加減をね、微妙に上げたり下げたりするのがプロの仕事です。
けど。はい、それでは試食でございます。今日も一人なんでね、はい、一人ご飯でございますけど、寂しくないっすよ、寂しくない。というわけで、はい、できました。食べる、ボナペティ。あ、早いか、まだ食べない。単純に、はい、あんまりもなさに作った、まあ、まかないなんてこんなもんなんですけどね、はい。あ、お肉入れなかったなって。まあ野菜だけでよくです。ちょっとね、ここら辺が問題なんで、いただきます。野菜にいっぱい味があると楽しいなっていうのはね、この八ヶ岳に来て、思い知ることですね。やっぱね、その僕の持論として、野菜には旅をさせるなっていうのがあるんですけど、採れたところで食べるのが一番うまいっていうふうに思ってるんですね。まあもちろんね、東京でね、全部作れるわけじゃない、大阪で全部作れるわけじゃないから、まあ、いろんなものを来てもいいんですけど、本当の野菜のポテンシャル、味を楽しむんだったらその場所に行こう。つまり野菜も疲れるんです。移動に、移動すると野菜も疲れる、人も疲れるけど野菜も疲れる。そういったものを、自分の中のテーマにして、はい、地元の野菜を使うってことをしておりますけれど、いいね、やっぱりね。東京にいる頃は野菜ってのは漬物であって主役になり得ないと思ってたんですけど、その頃はね、ビーガンとも言えなかったです、ほとんど。今は時代変わったし、自分で作るようになってから、この農村に住んでから、認識はね、変わりましたね。今読んでる本で、日本再生みたいなタイトルの、内容ですね、タイトルは違うんですけど、読んでて、すごいいい本だけど、1点だけ、と思ったのは、高齢者は病院の近くに住んだ方がいいみたいな持論が、論があってね、まあそれは一つの考え方、確かにとは思うんですけど、僕の周りに住んでる年寄りってめちゃくちゃ元気なんですよね。はい、うちの隣にはね、90歳のおじいちゃんと88歳のおばあちゃんとかね、はい、います。未だに毎日畑に行ってますよ。お米も作ってますよ。で、腰は確かに曲がっちゃったりとか、膝がどうのってもあるんですけど、当たり前に生活して、当たり前に毎日軽トラの運転してます。で、思ったのは、やっぱりね、やることはある、体を毎日使ってるっていうのはモチベーションであり、体の健康維持でもあり、生きる意欲でもあると。同時に植物の周りにいるとね、彼らから何かもらってんじゃないのってちょっと思いますよね。植物は我々を助けるためにこの世に存在しているというのは、聖ヒルデガルド、10世紀のキリスト教唯一の女性聖人、セイントですね。聖夜じゃないですよ。セイントセイヤじゃないですかね。流星剣じゃなくて、はい。もっと本当にちゃんと偉い人。あ、好きだったな、セイントセイヤ。まあいいや。その方が野菜、や、植物は人間を助けるために生まれてきてるっていうふうな説を、唱えておりましたけど、今は僕はその野菜さんたちの声が聞こえるようになってきたかもしれないなって思う今日このことでございます。まあ、うちの父もね、82歳で結構元気ですけど、やっぱりやることあるんですよね。はい。老人が老人ホームに、慰問に行ってるという超不思議な、ことをやってるんですけど、そんな感じ？やっぱりね、やることある。体を動かしてる。人と接してる。考えてる。喋ってる。表現してる。って、人間の根幹じゃないかと思います。もしかしたら変に、薬飲むよりも、なんかサプリ飲むよりも、生きがい、人的接触を持ってる方の方が長生きしたりするんじゃないかなって。うちの島はちなみにね、あの美食すぎて糖尿病ですけど、本当に父親みたいな感じですけどね。でもちょっとそんなことを思う今日この頃でございます。これはまた研究テーマとしてね、はい、食と健康、豊かさ、富っていうのは私の一大健康、あと親関係とかね、一人間関係とか、研究テーマだらけで、はい。もう、食もそうなんですよね。大変なんですけど。まあ、そうやって毎日毎日考えて、こう喋らせてもらってると、僕ももしかしたら若返っちゃうかもしれませんね。はい。というわけで、今日は、はい、話長くて料理の話ほとんどしてませんけど、今日はこの、私のまかないを一緒にボナペティしてくれる人いるかな？
チャンネル登録お待ちしてます。高評価も低評価もコメントもお待ちしてます。それではまた明日次の動画でお会いしましょう。シェフ秀樹でした。今日もご覧いただきありがとうございます。